ギターを弾く人物ヘンリー・フィッチ・テイラー、ヘンリー・フィッチ・テイラー、1853年9月15日から1925年9月10日はアメリカ合衆国の画家である。アメリカにおけるキュビスム絵画の先駆者の一人である。1913年に開かれたアメリカ合衆国の最初の国際展、アーモリー賞の組織委員を務め、最初のチェアマンを務めた。オハイオ州、 シンシュナティで生まれた。演劇に興味を持ち、俳優のジョセフ・ジェファーソンの一座に入り、アマチュア画家でもあったジェファーソンに勧められて、美術を学ぶために、パリに渡り、アカデミー・ジュリアンに入学した。1885年になって、風景画家たちが集まったバルビゾンを訪れ、絵を描いた。3年後に、印象派のスタイルの画家として、アメリカ合衆国に帰国した。 1891年に、新興の美術団体、米国芸術家協会の巡回員に選ばれた。いくつかの展覧会に出展したが、その後画家としての創作活動は少なくなっていった。1898年から1908年の間、コネチカット州のグリニッチのコスコブのいわゆるコスコブ芸術コロニーに滞在した。ここに集まった芸術家には、 画家のジョン・ヘンリーとワックトマン、フレデリック・チャイルド・ハッサムや、作家のオイラ・キャザーらが頻繁に訪れた人物であり、画家のアーサー・ボーエン・デイビスや、ジョージ・ラクス、画家でアーモリー賞のオーガナイザーとなったウォルト・クーンらも、コスコブを訪れた。1908年に、後に結婚することになるクララ・ポッター・デイビッジと、ニューヨークのマジソン・ガローの経営を行うようになり、マジソン・ガローは、 有名になっていた画家、ジョージ・ベローズや、ウォルト・クーンの展覧会や、次の世代の画家、リチャード・イ・ーミラー、フレデリック・カール・フリージキーやグリーセンといった画家の展覧会も開いた。クーンらとアメリカ画家、彫刻家協会を設立し、初代の会長となった。1912年にアーサー・デイビスを公認として、会長職を辞めたが、理事と事務局は続けた。 この団体がアメリカで最初の国際美術展覧会アーモリーショーを開催した。この頃テイラーは創作を再開しセザンヌの画風の作品を描いたが1914年に出展した展覧会でフランスのキュビスムの画家アルベール・グレーズの作品を知ってからキュビスムの作品を描くようになった。テイラーはシンクロニズムを提唱した。 アメリカの中小絵画の先駆者、モーガン・ラッセルや、スタントン・マクドナルド・ライトとも親しくなった。ありがとうございます。